ヒロヒロ探偵団。私はヒロミ。大学の医学部に入り、楽しい学生生活を送っている。初めて会った人に医学部であることを伝えると、医学部は忙しそう。みんなガリ勉なんでしょ？ちょっと怖い。など、様々な印象を伝えられるんだけど、それは半分くらい違うかなと感じるの。だから今日は、みんなに医学部に入るとどうなるのか、ちょっとお話ししていこうと思ってるよ。まず1年生、病気の勉強をして、筋肉の名前を覚えて、なんてことは全くせず、学んでいたのはなんと、物理や化学、それに教養など、もちろん学校にもよるけど、1年生の時はいわゆる実践的な内容よりも教養的な講義が多かったな。授業は基本的に他の学部と同じような感じで、90分1コマでやってるの。私は試しに真ん中あたりの席に座ってみたわ。自分より席が前の人たちは結構ちゃんと授業を聞いてる様子。私も頑張らないと。後ろは？みんな全然聞いてない。後ろの人たちは寝ていたり、スマホのゲームをしていたり、他の教科の課題をしていたりで、大体が下を向いていたわ。医学部はみんながガリガリ勉強をしているというよりも、席によってかなり色が分かれてるんだよね。それから勉強以外で言うと、医学部といえば部活動なの。入学してすぐ新入生歓迎会、いわゆる新歓が行われて、大体の医学生は部活に入るわ。ちなみにほとんどの医学部ではサークルと呼ばれるものがなくて、部活がほとんど。特に運動部はね。だからみんな結構な頻度で部活をしていたりするんだよね。中には朝練していたり、練習自体が毎日あったりするところも。私は自分の時間をちゃんと取りたくて途中でやめちゃったんだけど、周りのみんなはかなりの人が続けていて、すごいなぁと思ったりもしているよ。さて、もっと広く医学部生の生活を見ていくね。朝から夕方までは講義で、放課後は基本的に部活動をしている医学部生だけど、バイトをしている人も多数。バイトをする暇なんてないでしょってよく聞かれるけど、意外となんとかなるもんで、みんな時間を見つけてバイトをしているみたい。私は地方の大学だから、時給が安くてちょっと不満だけど。稼いだお金は、好きなアーティストのライブや友達とのご飯、旅行、ファッションなどプライベートなことにはもちろん、医学書の購入や、部活の活動費にも使ったりするわ。医学書も部活の活動費も結構かかったりするんだよね。医学部はもちろん、この医療という業界全体を通してなんだけど、上下の文化が強いんだ。だから徹底した敬語や先輩をうまく立てるみたいなこともしなきゃいけなくって、それに年齢が上の人は下の人にお金を出すという価値観も大きいから、後輩とのご飯に行ったら基本的に下の人はお金を出さないよ。ちなみにこれは年功序列方式だから、年が上がれば上がるほど払う額も大きくなるの。上の人って大変。勉強や部活、バイトにプライベート、医学部での生活スタイルにもどんどん慣れてきて、迎えたのは2年生。これまでは教養的な講義がほとんどだったけど、少しずつ医学部っぽくなっていくんだ。例えば人の体の各部位を学ぶ解剖学とか、人の体の仕組みや働きを学ぶ生理学など。解剖学では教科書で体のことを勉強するだけでなく、実際に五腱体を使って実習したりもするんだ。亡くなる前に私たちのためにご協力してくださる旨を表明していた方々の体にメスを入れて、体がどうやってできているのかを一から学んでいくの。基本的には4人ぐらいの小グループで1人の五腱体を囲んで解剖を行うよ。最初は抵抗があったけど、少しずつ学ぶことに集中していったな。実習中は集中していても、終わった後にお顔を見ると、もともと生きていた人間なんだなぁと改めて認識して、感謝の気持ちでいっぱいになってたな。さて、3年生ぐらいから実際の病気について学んでいくよ。ずっと医学的なことに触れたかったから、私はやっと来たーって感じで、やる気に満ち溢れてたな。あ、ごめんね、たくさん喋っちゃった。私たちはこんな感じで生活しているよ。ひいひい悲鳴を上げることもあるし、友達とすごく楽しい時間を過ごしたりもしてる。多分他の大学生とそこまで変わらないんじゃないかな。それじゃまた会おうね。バイバーイ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。